おやす、ランです。シーズンが終了し、来シーズンの開幕まであと半年。長いー !10 月までってそんなに待ってるか、この野郎 !B リーグロスで精神の死活問題だ、バカ野郎だからな、コロナ問題が片付いたらリーグ開催今すぐやろう。お願いします。早く来シーズンが見たいんじゃ。特に5年目はルール変更でオンザ3が主流になるから楽しみなんじゃ。アリーナができて人件費削られないからきっと琉球が合うじゃん。はい、下手くそ極まりないラップップをかましたところで、今回は来シーズンのチーム戦力予想をやっていこうかなと思います。ランキングではなく、来シーズンに今より弱くなりそうなチームと強くなりそうなチームをピックアップして発表していきます。まあ単純に強い弱いとは言いましたが、チームスポーツって難しいですからね。選手だけではなく監督や他スタッフ、他にも業界の関係者がとっても多く関わっていて、たくさんの、そしていろんな要素の集合体でチームの強さが決まりますからね。しかし今回は予想する上で大事な要点だけをまとめて、それを基準として考えます。その基準はドーン、金。はい、以上たったの1項目です。とは言いましたが、まあさすがに金銭面だけではなく、それプラス各クラブの現状を見ての予想になります。ということで早速やっていきましょう。はい、恒例の選手クイズです。早速ヒントはこちら。ヒント1、身長191cm。 ヒント2、27歳。ヒント3、今シーズンの平均得点が 7.3 点。はい、今回はかなり難しいと思いますが、最後の方に、大ヒントとなる4つ目のヒントとともに、答えを発表していきますのでお楽しみに。川崎ブレイブサンダース。 B リーグの成長に伴いチームを全体的に見ると選手にかけるお金は結構増えてるんですが、初年度から他チームと比べて使える人件費があまり増えなかった川崎。そして今年日本人選手含め外国籍選手の補強でかなりお金を使ったので、その反動が来て来シーズンは弱くなるんじゃないかなと予想しました。移籍する選手の予想としては、川崎はニック以外の外国籍はあんまり残留しないので、カルファニカ・ヒース、そしてソープのうち最低でも残留するな1人で、残り2人は契約しなくて契約解除という形になるでしょうね。そして B リーグにシーズン途中に加入した外国籍選手が来シーズンまで残ったケースが結構少ないので、アギラールは移籍の形になると思います。サンロッカーズ渋谷。このチームも川崎と同じで、今年は例年よりお金を使いすぎたので来年にそのツケが回ってくる予想です。今シーズンチーム改革をし、見事天皇杯優勝を果たしましたが、レギュラーシーズンを見るとこのチームは今年補強した日本人メンバーがディフェンスが得意な選手ばっかりだったのに、平均79失点、そして平均85得点と超攻撃的なスタッツを残しているので、イサヘッドコーチとちょっとバランスが悪いんじゃないかなと思いました。来年は守備戦術に長けた人をアシスタントコーチなりのスタッフに入れるか、ディフェンスの上手い外国籍選手を補強した方がいいと思います。もしそれができた場合、攻守ともに強力になるので、まさに鬼に金棒でしょうね。また来年オンザ3環境に対し強力な帰化選手、もしくはアジア枠、それか竹内兄弟のどちらか1人を獲得しない場合もディフェンスは結構苦しくなると思います。なのでもしメンバーが今年とあまり変わらない場合は、ディフェンス面は弱体化と評価していいのかなと思います。移籍する選手の予想としては、来シーズンの日本人ビッグマンの価値が激減するので、サンバ、杉浦、野口、広瀬のうち、まあ、7割くらいの確率で3人放出、3割くらいの確率で2人放出と予想します。シーホース三河。今シーズンのスポンサー収入はトップの三河。しかし高い人件費を払ったほど思った成績を残せませんでしたね。今シーズンも勝率が5割を切ってしまうなどと、昨年同様はあまりパッとしない結果に終わってしまったので、コロナの影響で金回りが悪くなったスポンサーが勝てないチームにお金を出し続けられなくて戦力ダウンするというシナリオだと思います。もしスポンサー収入が激減した場合は、ガードナー、金丸、川村のうち1人は移籍、特に川村は確率高いと思いますね。そしてその分のお金で日本人選手か外国籍選手か分かりませんが、ポイントガードを補強するのかなと思います。また外国籍選手はガードナー以外は、まあ、あんまりしっくりきてなかったので入れ替えになるはず。そして B リーグのお家芸、外国人たらい回しで他のチームに行きそう。ルル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 ルン。名古屋ダイヤモンドドルフィンズ。
速いシュートフォームと高い打点から高確率で3を決める安藤や、日本人ビッグマンにしてはかなり速いスピードと正確な3が打てる張本など、日本人のレベルは結構高いんですけど、頼れる外国人スパラーがいないため、去年はあと1ピース足りない感じがしましたね。そして、そんな外国籍選手、来週のラインナップは、3は打てるけど怪我しがちなバーレル、インサイドはできるけどシュートが打てないアームストロング、そしてインサイドもスリーも微妙なレン、以上の3人体制です。来年は何とかしてくださいね、アンディーボランド。はい、ということで、茶番は置いといて、移籍する選手の予想としては、バーレル以外の外国籍は契約せず、その代わりセンターとして得点力のあるパワー型の選手と、シガニータエアーズのようなインサイドも守れてスリーの上手いタイプを、まあ、ちょっとだけお金を出して獲得するのかなと思います。そうした場合、強みであるレベルの高い主力の日本人選手を何人キープできるかですね。特に中東と木下あたりは何チームか欲しがってる選手いると思うので、どちらか一人は引き抜かれると予想です。特に木下あたりですかね。はい、来年帰化選手アジア枠をする可能性を考えると、日本人ビッグマン張本に満足のいく年俸を払えなくて、他のシュートが打てるビッグマンが欲しい金持ちクラブに引き抜かれるっていうシナリオも、まあ少ないですが一応は考えられます。まあキャプテンだから、まあ可能性は本当低いと思うんですけどね。はい、しかし弱体化の一番の理由としては、名古屋は B リーグが始まってから大きなチーム改革をしたことがないので、編成がうまくいかないだろうという理由からですね。大阪エデッサ、さあ去年は橋本がやっちゃった、おいお前何してんだよと思いきや、今年はチーム全員でやっちゃった。そして僕は佐藤はじめブラウンだっちゃ。ということでね、孤立にえぐい下手くそなラップを踏んだところで、去年に引き続きやってしまったお騒がせチーム大阪ですが、来年はこのことが原因でチームの信頼がなくなってしまわないか懸念されます。もしそうなった場合、三河同様スポンサー収入が減り、補強にかなり苦労すると思うので、戦力ダウンすると思います。移籍予想としては結構難しいですね。大阪は日本人メンバーは入れ替えが少ないので、チームにまだ信頼がある場合はほとんどロスターが変わらないでしょう。逆に外国籍選手は最低1人だけ残して、あとは入れ替えだと思います。滋賀レイクスターズ、資金面ではあまり強くなく毎年残留争いをしていた滋賀ですが、レンタル移籍で資金を抑えたのにもかかわらず、そのメンバーの活躍もあり、今年は十分チャンピオンシップを狙える戦力でした。しかし来シーズンは司令塔の斎藤、日本人ビッグマンのアビー、そしてイラストにもあったようにエアーズがアメリカに飛んでしまったので、そのメンバーが抜けることを考えると来年一気に厳しくなると思いますね。またエアーズがアメリカに帰った記事を見ると、ちょっと外国籍選手との信頼が築けていないことがうかがえますね。 B リーグが再開した時に外国籍選手が全員欠場した試合もありましたからね。ということで、移籍予想は外国籍選手は全入れ替えで、レンタル移籍の斉藤選手は今年のプレーを見る限りキープ、そして日本人ビッグマンのアビーとアラオのうちどちらかは契約が切れると思います。資金的に厳しければアラオが残り、資金が多くて余裕がある場合はアビーが残ると思います。はい、ということで今回は来シーズン弱体化するであろうチームについて話していきました。来年はルールも変わり、それにちなんだ移籍もたくさんあるでしょうね。そして来年移籍するプレイヤーで僕が一番注目しているのはパーカーです。まあ多分千葉はキャビンをキープしてパーカー出すでしょうね。今年の橋本龍馬を複数のチームが取り合った通称橋本戦争みたいな選手争奪戦が繰り広げられるでしょう。個人的には渋谷か富山が獲得するだろうなと予想してます。来シーズン各チームがどんな編成をしてくるか、とにかく楽しみですね。はい、選手クイズの答えとヒントの発表になります。ヒント1、身長191センチ。ヒント2、27歳。ヒント3、今シーズンの平均得点が 7.3。 ヒント4、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ。はい、ということで答えは名古屋ダイヤモンドドルフィンズの中東でした。それでは